日ハムの選手、スタバ飲み放題だった。ええやん、スタバそんなに飲みたいか？スタバも年俸に加味されてるから飲んどかないとそん。そんな体に悪いもん飲み放題ってプロとして微妙やろ。大谷なら飲まなそう。大谷はソイラテ用飲んどるぞ。甘いの飲むなよあんまり。郡司山本にいきなりの朗報やな。オーツミルクならいくらでもええで。フラペチーノ飲み放題か？グーリッシュ飲み放題と互角やな。ゴミ球団から逃げれてよかったな。中日は中日新聞読み放題でバンテリン貼り放題やろ。そんな環境におったら毎日抹茶フラッペ飲んでデブになるわ。ロッテのお菓子食べ放題くらい身体には良くなさそうやな。スポーツ選手としてどうなのよ。こんなんガバガバ飲むとかプロ失格だろ。ハムも提携する企業センスなさすぎ。フラペチーノばっかり飲むわけやないから。柳田も休みの日はスタバのベンチ飲んでミスド爆食いしてるから多少はね。ハムやけどスタバといってもオフィス向けのスタバのコーヒーマシンやで。普通のコーヒー飲み放題でも嬉しいわな。カフェインでパフォーマンス上がるからな。フラペチーノをバカスカ飲んでるならアホやけどスポーツ選手はみんなカフェイン取っとるで。ツイッターのトレンドに出てたスタバ飲み放題ってこれか。スタバイコールフラペチーノしか発想ないんか。高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。こんな動画が見たい、リクエストも気軽にコメントください。